めしそうな車、ああエンジンのいい音しますね。最高。こういうショップは貴重ですよね。サムズアップ。車の話、坂戸店のコーナーです。はい、やってまいりました。始まりました、ひろきさん。久々の坂戸ですよ。そうですね、帰ってきました。出張ばっかりでしたから。はい、というわけで、実は今日出張坂戸店のコーナーも撮ってたんですけど、はいはい、なんと今日はどうしてもこの車を見たい方が一人いらっしゃるということで、うん、なんと、はい、特別ゲストをお呼びしました。スティーブ的視点のスティーブさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんにちは。埼玉ですよね。埼玉です。埼玉は俺に近いところがありますよ、本当に、はい、もう自分の初めて日本に来た時は埼玉だったんですよ。埼玉、ね、本庄、深谷の間の岡部というところにいたんで、でもまさか80スープラ埼玉で、はい、自分大好きな埼玉で見れるというのはもう本当にもう嬉しいです。かっこいいです、はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回、うん、アヘッドのデモカーの80スープラをぜひスティーブさんに見ていただこうと思います。ひろきさん、うん、ぜひご紹介をよろしくお願いします。そうですね、実際スティーブさんも80スープラ今いじってるって。いじってます。聞いたんですけど、はい、そうなんです。まあ、実は自分たちも80スープラつい先月セットアップようやく全部終わりまして、ちょっと見比べて、まだこっちはまだまだですよ。まだまだ、 まだまだの車両なので、でもこれ見てすごい参考になることがあるのかなと思いますので、参考させていただければと思います。かっこいいです。ぜひご案内ください。はい、じゃあまず一番気になるところだと思うんで、まあ、エンジン、はい、いきなり行っちゃおうかなと思うんですけど、ね、ぜひぜひお願いします。はい、いいですね。かっこいい。もうフルチューンです。 3.4 リッターの H ケースのキットが入ってて、はい、そうだからもう全部エンジンの中もやってあって、でグレディトラストの、はい、サージタンクと、はい、でまあ、あとターボ、はい、GCG ターボとで、まあ、ここら辺のパイピングも全部やって、まあ、要は H ケースも使ってトラストも使って、はい、でまあ、GCG ターボで、まあ、いいところを全部寄せ集めてですよ、ね、で最後はリンクの ECU でセットアップしてるっていう形で、リンクですね。はい、かっこいい。どうですか。自分の今ねエンジンが今バラしてあるんですよ。自分が作ってるのは、エンジンはシリンダーヘッドも今加工しているのと、でもパーツが全く同じグレディのマニフォールドはもう買いましたよ。お、素晴らしい。これにします。ターボがちょっと別のメーカーのものなんですけど、シングルタービンにすることも決めたし、リンクじゃないんだけど、まあ、またアメリカの、まあ、ECU マスターズというものを使おうとしているんだけど、すごい見た目的にはまあ、ここまで自分のものも綺麗に なればいいなと思いますよね。インジェクターは どちらのものですか。インジェクターがイギリスのメーカーで、はい、まあ、ちょっといろいろ合わせてもらって細かく、はい、1000cc とか結構大きいやつ使ってるんですよ。 1000cc、はい、大きいですよね。結構大きいやつ使って、でもまだこれでも700馬力なんですよ。700で本当は 1.2 キロとか 1.5 ブーストかけたら、1200馬力とか1300馬力までいけるんですけど、コントロールできないんで700馬力に抑えてます。十分じゃないですか。でもね、もうみんな1000馬力までいけるぞってこのエンジンだったらって言われるんだけど、そうそう、1000馬力をどこでそれ走るのって、いらないって。いらない。そんな700、600、まあ、自分たちは650から700、うんうん、だから同じぐらいにできれば十分じゃないのかなと思ってます。すね、はい、確かに確かに。いいですね。結構いろいろと、まあ、はい、できうることは全部やったんですけど、ええ、でもその中でもまだ抑えてるっていう感じですか、ね。なるほど。これ以上いらないなと思って。はい、実際にもうこれ走行をさせたり もしているんですか。そうですね。群馬最クルスポーツセンターで走りましたし、なるほどね、まあ、すごいこうやばい動画があるんで、あとちょっと見てもらいたいんですけど、なるほど、ちょっとドリフトしながらハイスピードのこの、なるほど、ちなみにミッション、このエンジンの後ろにあるミッションは6速ですか。ミッションは6速の純正のゲドラグです。ゲドラグ、自分の車にあったものなんですが、どっかでなくなりました。ミッションです。はい、盗まれた、ミッションでございます。今5速になってしまいました。あ、はい、残念ですが、はい、なんとかその辺あたりは私はしなきゃいけないなと思います。はい、で、わあ、かっこいい、綺麗に、この円のインタークーラーはこうついこうボディキットも気になりますよね。これがマックスオリドさんっていう、はい、オリドックスの、はい、まあ、ボディキットで、まあ結構大人びてかっこいいなっていうところ。一番自分に言わせると、うん、スープラに合うボディキットだと思います。あ、本当ですか。うん、このグリル、このフェイスがめちゃくちゃおしゃれだと思う。かっこいい。このリップ、はいはい、まあ、ここは
バッチリにこうスープラに合う、ボディキットだと思いますよね、はい、サイドもディフューザーもね結構かっこいいですよ。かっこいい。自分のものはね、あの後ろもちょっと見たんですけど、うんうん、一応はワイドまでは行こうとしてないんで、そのまま前だけ で、サイドと、はい、あと後ろの、あ、後ろのケツの方の何横の、うん、アドオンっていうんですか、あの なんか気持ちだけのあれのだけをにしようと考えてるんですが、かっこいいですね。めっちゃかっこいいです。大人な感じで仕上げてます。はい、エンジンは聞くことは可能ですか？もちろんですよ。もしじゃあ、せっかくだったらスティーブさんにエンジンかけてもらってよろしいですか？もちろんです、はい、わー、いいですね。自分のスープラのエンジンまだ聞きてないからじゃあ代わりにこれでちょっと楽しませていただきます。失礼します。そうそう、ブリッドのシートもいいね。シートは2脚入ってますからね。あ、わー、いいね。じゃあ失礼します。いいな。あ、日本の匂いですよ。日本の匂い、日本の匂いしてます。日本車だからね、当たり前ですよね。はい、じゃあエンジンを、これちょっとマットを、はい、引っ張ってエンジンを、じゃあいきます。おいい音しますね。はい、おちょ軽く、はい、もちろん、もちろん、わー、レスポンスがすいい音しますね。わー、これは楽しそうな車。あ、エンジンのいい音しますね最高。あとこの音大好き。このやっぱりね、2枚ですか？そうです。 あのツインプレートっていうんですか。ツインプレートの入ってます。かっこいい。ハンドルもいい。モモのね、チューナーとブリデのシートとブリッド、ブリッドですか？日本語だったらブリッドです。はい、ブリッドのシート。わお、まあ自分のスープラもこのぐらいになってくれば本当は嬉しくなりますよね。あ、まだ時間かかってるんで早く乗りたいんだけど、時間がなかなかもう思う通りにはね進まないのはちょっとイララするところなんだけど、これ見てまた見せていただいてモチベーションアップになります、はい、帰国して頑張って仕上げて、はいはい、これと、まあ、これに負けると思うんだけど 俺たちの、ね、スープラはでも頑張りたいと思います。改めてこれも見ていい車です。わあ、いつかね、俺の車、俺のスープラ日本に持ってきて、はい、これと一緒にこう並べて、はい、一緒に走りましょうか、はい、それは一つのね、目標っていうか、したいなと思いますね、はい、わあ、いい音しますよ。うん、かっこいい。外も、ま、見ていいですか？マフラーとか見たいですね。レイズのホイール、はい、似合いますよね。そうですね、車にめちゃくちゃ、はい、またこのマットブラックみたいなのがものすごくですよね、はい、これに黒に、あ、これのそのワイドの部分ですよね。そうです、そうです。フェンダーで、はい、似合いますよね。ブレーキはちなみにあのトカルパーはどちらのものにしているんですか？これは D2 ですね。 D2 大きめの、大きめ、はい、のブレーキ、前も後ろも、はい、フロントが6ポットで、はい、リアが4ポット、4ポットでいいな。これはいい、めちゃくちゃ似合っていると思います、はい、この辺は、はい、ウィングは俺の車のこの羽がちょっとこう なんていうのあれは上がっ、あ、ダックテールみたいな、ダックテールじゃなくて、はい、なんだったっけ、あーちゃん、あのなんか上にもうちょっと上がった、あれは純正のものなの、あー違うか、どこのものだったのか覚えて、はい、多分社外のあのアフターのものだと思うんだけど、うん、これとちょっと違うんだけど、ちょっと上がってる、そうですね、うん、これはいいですよね、うん、これあの同じリドック、あのリドック のものですか？これは、どこだったかな、リドックスかバリス、リドックスかです。似合ってます、これかっこいいです。で、あとは気になったこのマフラー、あとマフラー、あー、マフラーは、はい、柿本、あ、これはか、あ、柿本、そうなんです、はい、車検対応マフラーなので、車検対応、あんなうるさい音してますけど全然車検対応してます。あ、まあアメリカはノーシャケなので、あ、そうですね、もっと大きい音するかもしれないです、私は最終的に、はい、バリバリもう触媒全部その辺はもう外した感じでは、アメリカだから、あ、まあ、あの走れるので、はいはいはい、それにしようとしているんですけど、これはでもいいマフラーですよね、いい音しますよね、はい、気に入りました。わあ、これどのぐらいか時間かけて作った車両ですか？いや、もう1年とか2年とかそういうふうに時間をかけて、かけて、はい、はあ、作った車両です。
でこれは今度またなんかイベントに参加したり、はい、こうそうですね、オートサロンみたいなにも展示させたりする、ぜひしたいですね。いいですね、はい、いやぜひその時はまた遊びに来て見てもらえれば、行きますよ、はい、はい、すごい。でもねその前に本当にこう見せていただいたあれだけで、なんていうのかな、自分もスープラはどの方向に何をするのか、どういう持っていき方とか、こういろんな参考になりますので、はい、見せていただいて本当にありがたいことです。いいです、こちらこそ、はい、お忙しいところありがとうございました、はい、本当にもっとね地元ちょっとゆっくりできたら、はい、ドライブでもね一周でもなんかしたいなと思うんですが、今日は本当にね時間があんまりない中で、いいありがとうございました、ありがとうございました、またいつでも遊びに来てくださいスティーブさん、ありがとうございます。またね何かそのスープラのことで相談させていただくことは可能でしょうか、うん、もちろんです、何でも言ってください、うん、まだ素人なんで初スープラなんですよ、はいはいはい、でうちはまあチャンネル見てもらえれば1月1日本当にもう捨てられたような感じの日本から来たトヨタスープラを見つけて息子と、それはねトラクターでこう引っ張ってもう沈んでたんですよね、あのもう泥に深いところでタイヤこの辺りまで、この辺りまであの車がもう沈んでたんですよ。これはね、救ってあのこの車あげないとやばいなと思って息子と2人で引っ張り出してトレーラーに乗せて、はいはい、あのダラステキサスの自分たちの家まで持って帰って、はい、そこからプロジェクトは開始したんですよ、はい、まあ半年ぐらい経ってるんだけど、できればこの 2,3 ヶ月以内に仕上げたいなと思ってます、うんうん、帰ったらまず次はエンジンを組みながら次は塗装、うん、でまたオリジナルスティーブ・テキシテンの発想の、はいはいはい、まあ唯一この1台しかないようなイメージがあるんで、はいはい、ぜひ楽しみにしてください、はいはい、楽しみに、あの動画を待ってますんで、ありがとうございます。スープラプロジェクトはやっぱりスープラはアメリカでは人気、大人気ですよね、日本車の中ではやっぱりスカイライン、スープラ、もしくはスープラスカイラインって、うんうんうん、あのスープラがめちゃくちゃ人気ですよね、アメリカ人は大好きなこの車両、はいはい、でめったにあんまり見かけないものなの で、ね、特にこのスープラ、マーク4っていうね、はいはい、っていうスープラですよね、はい、アメリカではマーク4スープラってよく呼ばれてるんだけど、これは人気ナンバーワンですよね、うん、なので自分たちもゲットできて、よかったと、うん、そして本当にもうダメ、そのままだったらダメになるものをなんか助けてやったっていう感じのね、このもう救ったっていう感じのあれ で、はいはい、でこれからきれいにしていくっていうのはまあいいことじゃないですか、やっぱり貴重なものなのでもうないものだから大事にしたいなと思います。かっこいいスープラを作ることを約束します、はい、あのぜひ期待してください、はい、よろしくお願いします。見せていただきまして、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい。日本の独特なあの雰囲気もあるんですけど、うんうん、まあ、車、アメリカのチューニング屋さんもあゲームまで、まあ、似てるようなところはありますよね。あ、うん、本当ですか。整備工場があるんですよね。そしてここには、まあ、お客さんの相談 のところとかパーツとかアクセサリーとか車のケア のものとか、そうです、まあ、全く同じじゃないんだけど似てるような車屋さんが、うん、ありますね。あ、はい、本当ですか。車庫帳とか、まあ、要するにあれですよね、車をもう関連パーツをもう購入、まあ、売って、で買ってくれたお客さんにの車にこの工場でこう、うん、あの入れて、まあ、メンテナンスとかっていろいろやってるんですよね。そうです、すごい、まあ、こういうショップは貴重ですよね。っていうのは専門でこうスポーツカーとかチューニング車にはあまり詳しくない方がもうやろうとしてもね、知識がない方が適当にやってるところよりもプロ、やっぱりこれでもうなんていうの、専門でやってるところが信頼できるところがあるとやっぱり助かりますよ、安心できますよね。うん、たまにそれはショップがああいうショップがないともう困ることがありますよね、うん、なのでもっとこういうショップがあればいいなってアメリカにもね、ぜひアメリカに進出すればどうですか。わかりました、はい、はい、ボスにぜひ伝えてください、はい、お待ちしております。テキサスでまずあの、はい、第一店舗はあのテキサス で、ね、はい、よろしくお願いします、はい、店長はスティーブさんで、はい、いいですよ店長で。
でスープラは、まあ、すぐ持ってきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上で、ね、あの車の話高戸店のコーナー、はい、無事にスティーブさんがこう来ていただいて、はい、スティーブさんにも、ね、スペシャルコーナーと、はい、アヘッドにも来ていただきましたと、はい、最後は皆さんサムズアップでバイバイしたいと思います。せーの、サムズアップ。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。